サイズショット。こんにちは、エクスフライ君の中のサバチョーどうかねと刺身とノリエクス。はい、ということで今日はモンスターノリエコンテスト、モンスターノリエクスコンテスト、パフ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 、リクじゃねえよ、リクじゃねえよ。はい、というわけで、はい、というわけで、できない、はい、モンスト塗り絵、あ、超絶塗り絵が発売されることとなりました。こちらの商品なんですけど、96体ものモンスターが、そんなにいっぱい、はい、ちょっとチラって見せてよ、こちら初恋はです、君のメロディーの白雪姫とかが、ね、これを塗り絵するってことですね。そうですそうです。結構ね、超絶塗り絵っていうタイトルなんですけど、その名前にふさわしく結構難しいのもあったりするので、大人塗り絵ですね、最近流行りの。そうですね、はい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 、はい、で、その中でも最後のページの方にあるんですけど、こちらなんだって、見えますかね、うん、塗り絵、はい、オリジナル検知コンテスト、はい、というのがありまして、オリジナル検知を作ろうっていうのがありまして、うん、目がない目がない、はい、オリジナル検知を作ろうっていうのがあります。あります、はい、実際にゲームの中に登場するかもという、すごいじゃん、今、というわけで今回は中の人4名にオリジナル検知を作っていただこうかなと思います。オッケー、イエーイ、イエーイ、はい、本気でやろう、本気でやっていただきましょう。じゃあ皆さんで発表しましょう。せーの、じゃーん。うわ、皆さんすごい綺麗ねえ、やばい。それどうなの。じゃあ一人一人見ていきましょう。あとコンセプトとかを聞いていきましょうか。はい、まず X さんの方から聞いていきましょう。はい、私は木のね、ケンチなんですけど、かわいい、はい、お花、あ、すごい、咲いちゃいました、かわいい、満開です。こりゃめっちゃメイク濃い、これはかわいい。ちょっとメイク濃くて、あとハイヒールもつけてて、はい、リボンね、つけてね、ほんまや、ちょっと華やかな、いいね、はい、いいですね、かわいいね。コンセプトは、コンセプトはもう咲いちゃいました、咲いちゃいました、咲いちゃいました、タイトルも咲いちゃいました。続いてかなえさんいきましょうか。じゃーん、綺麗、綺麗ですね、かわいい、これまたなんか良さそう、今の2本を表してるとか言ってましたけど、なんか言ってたよね。コンセプト何、何、これはレインボーなんですけど、レインボーがコンセプトで、こう R ってね、光り輝く書いてあるんですけど、 R 実はその日本の今のこのね、どうしたんですか、何、地球温暖化、違うな、地球温暖化なのかな、表してて、こう晴れてるのに雷みたいな、うんうん、すげえよくわかんないけど、天候のね、あれがね、現世だろ、雷なんかほら、そう、異常よ、異常気象、意味わかる、異常気象、うん、もう表してるレインボーで、そうなんですよね、レインボー、かっこ、日本の今、みたいな感じですね。タイトルが深い、タイトルが深いな、風刺系だった、風刺系、思った以上に風刺系でした、風刺系です。じゃあ、パッチさん行きましょうか、はい、私4つもあるということで、4つある、お、3つ一気にいこうかな、みんなに見えるかな、はい、わ、アップしてもらえる、顔全部やばい、可愛くないですか、これは可愛 い、 やっぱさ、あのデザインがさ、うん、一緒じゃん、うん、だから、はい、合うんだなと思って、どれにも確かに、ちょっと当てはめてみようと思ったら似合うよ、めっちゃ似合うし、すごい、完成度高い、可愛いじゃん、やっぱこいつが一番可愛い、可愛い、可愛い、やっぱそっから着手して、はい、うん、やっぱ、ね、原始に帰るっていうね、タイトルですね、原始に帰る、原始に帰る、タイトルがすごい深い。ちょっと時間あったから光も描いたんですけど、はい、これはあと背中にあのビカーン、ビカーンとドカーンが夜空をこう駆け巡ってるっていう、これ体当たりされてるわけじゃないか、そうですね、ビカーンがドーンって、そう、夜空、夜空ビカーンです、夜空ビカーン、かわいい、これかわいい、タイトルがかわいい、月見てるみたいなことね、そうそうそう、お月見もうすぐね、十五夜とかもあるだろうっていうところで結構怒ってるね、そうしてるから入れろやみたいな、俺も入れろやみたいな感じ。じゃあ刺身さん、はい、お願いします。刺身、バーン、刺身だー、生肉、刺身、あ、刺身か、タイトルは中トロ2人前。まあ確かに結構な量ありますね、よく見てくださいね、これね、体があのお魚になってるんで、これ自腹です、自分の体をこう、いやー、怖い、切っ
一気にアザラシ感なんか尻尾描いててあれなんかこれ違うねマグロ描きたかったのになんか人魚みたいになったマグロなんか魚類っていうか哺乳類みたいな感じする、ね、でもきっとねかなり経験値あると思ういいっすねこれは、うん、かわいい、うん、僕の方も描いてみましたえじゃあ、僕もハンバーガーセット検知おかわいい何吸うのそこからわかんないノミソちょっとね口でしょカメの口ちょっとここしかノミソつるここはジュースのセットがないと思ったんで鼻の中でもよかったね鼻の中でもよかったな確かにさっき食べてたもんなさっき食べてたんでちょっと何をノミソ違う違う違うハンバーガーセットをね食べてたんでルールだったのかわいいありそうっていうのを作ってみましたありそうですが今回はこの4名の方から4名の方4名の中からちょっとねやっぱりね、イラストの人といえばこの方かなと思うので近藤先生あ確かに近藤先生ね先生確かに評価してほしいなナミイラさんあいいねいいねいいね砂村さんちょっと砂村さんの時は被ってるから確かに確かに確かに評価いただきましょう、うん、この方ですどうぞなんか来ちゃまずかったこの方尾形先生ですこれだよ検知ってことで僕もちょっとオリジナルで今ほら剥がしてもらいましたどれどれじゃーんメカ検知メカ検知すごーいかっこいいでも先生これ塗り絵なんすよそうなんすよねだってねそう塗り絵をさらに作ったってまさかのまさかの失格失格だね色が足らない色が足らないねあれ足らないねちょっと時間なくてでそう今日は皆さんの中が僕があれするんですかそうですね選んでいただければでもなんかすごい絵心ありますよねなんかあれじゃないですかお絵かき講座やっと花開いた感じ、うん、確かにねオリジナルはできるよかったなるほどねそう今あるやつを描けって言われるとちょっと、うん、ちょっと難しいかなーみたいないやでもいやコーツつけがたいですよマジでおお、うん、難しいなんだろうじゃあ全員にわかりましたでいいんじゃないですか。まあ、わかりました。じゃあ、小田先生自分で買ってください。はい、です。じゃあ、こちらの塗り絵の方、全員にお渡しします。やったー、やったー、イエーイ、やったー。なんかお絵かき講座とかでさ、シャープお絵かきモンストとかやってるからさ、うん、塗ったやつとかも確かにね。確かに。確かに。ツイッターで、ハッシュタグで、そう、ハッシュタグでぜひ皆さんやってみてください。待ってます。シャープお絵かきモンスト。ですあ、それでいくんだね何の、うん、オッケー、はい、同じでいきます楽しみにしてます皆さんもぜひ買ってやってみてくださいはい面白いよ応募お待ちしてます応募お待ちしてます待ってますではバイバイ、バイバイご視聴ありがとうございますまだモンスト公式チャンネルをご登録でない方はご登録をよろしくお願いしますスマートフォンからご覧の方はこの動画の下にあるチャンネル登録ボタンより登録お願いいたしますパソコン、タブレットからご覧の方はこの画面内のこちらにあるボタンからご登録お願いします X フラッグではモンスターアニメや他のチャンネルもあるのでチェックしてみてくださいではよろしくお願いします